全32のナショナルチームで行われるこのグループステージ、各グループの上位2チームのみが次の決勝トーナメントへ駒を進めることができます。さあ、インターナショナルカップグループステージ、このゲームはオランダ・アムステルダムにありますヨハン・クライフ・アレーナで行われます。このスタジアムの名前ですが、2018年に変えられたばかりです。彼の生涯の功績をたたえた証です。この時間は日本対コスタリカ、こちらをご覧いただきます。日本国国歌お聴きいただきます。日本がこの試合は 4-3-3 のシステムです。そうですね、両ウイングが注目になりますよね。ワイドに開くことによって中央から相手ディフェンダーを引っ張り出せますし、そこにクロスを入れていくか、あるいは両ウイングはスピードがあるので、やはり切れ込んでいくっていうことも一つの狙いですよね。あとは何といってもボランチが重要になってくるんですよね。なるほど、ボランチの役割がポイントなんですね。そうですね、ただケアしなければいけない点もあって、全体的に選手間の距離ですよね。これを開けすぎないことが重要になってくるんですよね。特に気をつけなければいけないのはボランチの位置ですよね。ここを開けすぎてしまうと素早い展開ができなくなりますからね。まずファーストハーフ見ていきましょう。インターナショナルカップグループステージ第2節、日本対コスタリカ。まずは自分たちのペースに持っていくことが、この入りは大事ですよね。そのためにはできるだけ相手のエリアにいる時間を長くする、シュートで悪い意識を持つことですよね。なるほど、どういった立ち上がりになるんでしょうか。抜けるか、上がる、スーパー、どうする、ルーズボール、立ち上がりから行くぞっていう感じが出てますよね。序盤から非常に楽しめそうな試合の入りになりましたね。長いボール縦に入れます。長友、流れを止めます。吉田から縦へのボール、ボールを下げてリズムを作るか。長友、古橋へ、ボルヘス、ブライアン・ルイス、もう一つ前に行きたい。サイドを使います。ボルヘス、ブライアン・ルイス、コスタリカ、これは奪い返します。大迫、古橋へ、裏へのスルーパス。日本が最終ラインまでボールを下げる。左サイド上がっていく。鎌田から古橋、撫でるようなボールタッチ。さあ鎌田、南野、コスタリカは先ほどからサイドバックが随分と高い位置を取っていますね。そうですね、全体的に押し上げるイメージで、相手が引いている時なんかには有効な戦術になりますよね。ただサイドの裏のスペースのケアは必要になってくると思うので、中盤の選手が1枚下がってバランスを取るなどした方がいいですよね。まあ攻守の切り替え、まさにこれがポイントですよね。そうですね、ブライアン・ルイス、日本は立ち上がりから果敢に仕掛けてきていますね。積極的に攻め込んでいる分、少し攻勢に見えますけども、両チームともぐいぐい来てますから、いつ点が入ってもおかしくないような状態ですよね。クロスがシュート、日本完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。酒井一人で持ち上がっていく。スペースを狙う、これをカットします。酒井からのパスは通りませんでした。さあ前半、ここまでは両チームともに0対0のスコアです。日本はここクリアで難を逃れます。丁寧に足元を使う。ボルヘス、ブライアン・ルイス、さあどこに出してくる。ルーズになる。ボルヘス、ブライアン・ルイス、チャンスを演出できるか。シュート、来た、先制、コスタリカ。素晴らしいパスワークからのゴールが生まれました。回している選手同士でこうメッセージのやり取りというかね、誰がフィニッシュをするのか、その辺りにどうやってつないでいくのか、この辺のプロセスを共有しているからこそ生まれたゴールじゃないでしょうかね。素晴らしいですね。さあコスタリカ先制、1対0です。1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、はい、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですよね。なるほど。南野、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。さあどうする。このパスを防ぎます。鎌田、ここはファールを取られます。これはカード。この位置で受ける。どうする。鎌田、日本としてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすくなりますからね。長友、攻撃的なサイドバックです。チャレンジはしません。後ろに流す。一気に縦へのアーチ。吉田、ここはカットします。柴崎、縦へのボール。酒井、冨安へ。冨安から長いボール、縦へ。これはちょっとコントロールできませんでした。ブライアン・ルイス、鎌田、裏へ届くかと、これはつながりません。大きく縦へ。前半29分が過ぎました。吉田、このボールに触ります。鎌田、柴崎、堂安へ。酒井、堂安へ。右サイド上がっていきます。南野から堂安、抜けるか。中は枚数います。いい反応でしたね、北澤さん。いや、今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。キーパーボルヘス、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。鎌田、鎌田から古橋、再びコーナーキック。ここはショート、クロスを入れる。まあクリアが精一杯ですよね。ここで丁寧にボールを扱う。スルーパスを狙う。南野、このボールをカットします。これ仕掛けるか。いやー、よくこれ守りましたよね。まあいる位置が良かったんでしょうけども、気迫を感じましたね。古橋、どう組み立てる。長いボールを送ります。ブライアン・ルイス。日本としてはこの 0-1 の状況をどう捉えるかがポイントですよね。無理せず後半狙っていくのか、それともリスクをかけて同点狙いに行くのか。この時間帯はその意識によって後半立ち上がりのプランも変わってきますからね。ベンチはそこをしっかりピッチに伝えないといけないですよね。シュート、なんと止めた。いやナイスセーブ。いやファインセーブですよね。よく止めましたね。これコスタリカ、今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。そうですね、今の状況はゴールキーパーに感謝ですよね。コスタリカ、ここクリアで難を逃れます。堂安、速いパス回し。堂安から南野、抜きに行きます。さあどこに出してくる。南野から右サイド、ミドル。もう空いた瞬間狙ってきますからね。もともとミドル得意ですからね。鎌田、ミドルシュートを打っていきました。ここですね。ここで収まればというところですけどもね。ガンボア、ここは間合いを取る。組み立てながら攻め上がっていく。上げてくる。どうだ。鎌田、大迫、長いボール縦へ。前半終了です。15分間のブレークの後、セカンドハーフに入ってまいります。45分間戦って1対0。日本1点を追う形で後半に向かいます。できれば前半のうちに追いつきたかったですよね。うまく攻めきれませんでしたしね。後半どれだけ早いうちに自分たちのペースに持っていけるかですよね。インターナショナルカップグループステージ第2節、日本対コスタリカ。それでは続けて試合をお楽しみください。さあ後半スタートです。この後半の入り方っていうのは非常に重要であって、守備的にいってしまえば点を取れないけど取りに行かなければいけない、非常にその辺の、ね、バランスをどういうふうに崩していくかということが一番マネジメント能力、この辺が重要になってきますよね。長友、古橋へ、鎌田へ、スルーパスを出す。縦へのボール、ガンボア、ボルヘス、本日1アシストです。裏を狙うブライアン・ルイス、ディフェンスをものともしません。スペースを狙った。冨安、柴崎、鎌田へ。日本が最終ラインまでボールを下げる。柴崎、激しいボールの奪い合い。鎌田へ、南野から大迫、チャンスを演出できるか。まだある。柴崎から堂安、柴崎出るか。危ないところでしたがなんとか切り抜けます。ここで受けて、ここで丁寧にコントロール。中で味方の選手が待っている。どうだ、クロス。これを拾いたいコスタリカ。日本奪い返します。大迫に渡る。どうだ、このシュート、こぼれた。ガンボア、ボルヘス、ガンボア、吉田、このボールをカットします。大迫、コスタリカがこの時間帯中央の守備をがっちり固めているという印象ですが、どうご覧になりますか。いや、クロスからの攻撃を警戒してますよね。しかしゴール前をがっちり固められると一見攻略するのが難しそうなんですが、北澤さん、こういった場合どういう攻め方が効果的なんでしょうか。まあ方法はいくつかありますけども、例えば遠目から積極的にシュートを狙ってみるとか、サイドから浮き球ではなくマイナス気味に折り返すとか、そういった工夫が必要だと思いますけどもね、単純なクロスだけで。直接フリーキック止めます。ナイスセーブ。いい反応を見せましたよね、キーパー。キックも悪くなかったと思いますけども、ここはキーパーの方が一枚上手でしたね。ブライアン・ルイス、さあどうする。シュート、権田止める。これはいいセーブでしたね。まさに最後の砦ですね。長友、素早いパスで攻め上がっていきます。古橋、左サイドを上がっていきます。上げる。どうする。ミドル、キーパー。日本としてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。大きく縦へ、縦にボールを送りましたが、これはタイミング合いませんでした。酒井、堂安へ、長いボール縦へ。長友、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。日本としてはシュートは打ってるんですよね。この時間帯で決めて終盤での流れを変えたいところでしょうね。長いボールを送ります。大きく縦へ。ブライアン・ルイス、堂安から大迫、大迫から古橋、サイドを使う、どうだ、シュート、ここは合わせてきましたが、ものにすることができません。いつの間にか中に2枚3枚入ってきますからね、取れませんね。コスタリカ、決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。縦へのボール、南野、堂安、南野へ、南野からこのフィードパス、来た、うまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。いや、今見たく長いパスにタイミングよく反応した上がりは、はまった時チャンスですからね。パスでつないで攻め込んでいきますコスタリカ。左サイド上がっていく、一旦前を取る。さあどこに出してくる、柴崎、ここは対応します。ボルヘス、サイドへ、足元大事にいきます。枚数いる、中につなぎたい、シュート、もう一度きた、わずかに左へそれていきます。長いボール、縦へ、酒井、スペースを狙う、この位置でボールを受けます。クロスを上げる、キーパー触る、このまま終われるかっていうようなね、攻撃でしたけどもね。さあここでカウンター、鎌田、仕掛けるタイミングを図る。ここでファウルがありました。さあもう1枚目のイエローはもらってます。レフリーの注意が入ります。いや、これ注意でよかったですよね。すでに今日イエローもらってますからね。これはいい位置です。直接狙える距離ではないでしょうか。ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。これは来た、スルーパス、おお、これいいですよ。危ない、日本あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。堂安、柴崎、柴崎からアーチのようなパス、どうだ、クリア。このピンチをなんとか出します。抜けるか、中は枚数いる、中央へ、このクリアボール拾いたい。ここで受けて裏のスペースを狙う、いいボールですね。なでるようなボールタッチ、中に合わせてくるか、さあどうだ、丁寧に足元を使う。柴崎。この位置で受ける。長友から古橋。一旦前を取る。ボールが上がる。古橋。さあどうする。鎌田へつなげたいですね、これね。酒井、ここで丁寧にボールを扱う。柴崎へ。さあ日本、タイムアップ直前で攻め上がります。コスタリカ、ここでファウルをもらいます。長友対応します。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうっていう感じ出てますよね。長いボールを振ります。一旦下げます。うまく詰められましたからね。南野、柴崎、冨安へ。南野、柴崎へ。冨安、南野へ。つなぎたいとこだ。南野へ。柴崎、柴崎へ。ふわっと裏を狙う。サイドのスペースを使いますが通りませんでした。ここで試合終了。攻めきれませんでした。1対0、日本1対0で敗れました。追いつけませんでした。結局前半のゴールが決勝点。さあ北澤さん、本日のゲームいかがでしたか？日本としては結果としてうまく逃げ切られたという形になりましたけども、相手も守ろうとしたわけではないと思うんですよね。ですからもう少し攻めの形に工夫ができたら結果も変わってきたと思いますよ。そうですね。ありがとうございます。そろそろお別れの時間となります。本日の試合解説には北澤豪さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。インターナショナルカップグループステージ第2節、日本が結局1対0、追いつけませんでした。